久保さん、無料で1億にしましょうか。無料で1億みたいな。いや、僕もね、久保さんがその、無料で行ってくれてるんで、その話ができるんですよね。あの、バンディカム、ジンドゥ、え、ジンドゥで言ってますよ、と。バンディカムのロゴ付きで行ってますよ、とかね。<laughs> それで1億です、みたいな。 だからそのお金を稼ぐっていうところに関しては別に無料でもいけるんですよ。ただ、そのユーザビリティですよね。その、なんすかね、例えばその、まあ、バックアップファイル、まあ実際僕が経験してるんであれなんですけども、まあ確かにその、うんなんだ、いけるんですよ。いけるんだけども、ユーザビリティを考えたときに、じゃあそのうーん、YouTube のアカウントがバンされました。ちょっと待っててくださいと。 あのバックアップファイルで違うアカウントにアップしますっていうこの区間ですよね。この区間、その見れないわけですよね。だからそのネットフリックスに契約してるんだけど、なんも動画見れねえみたいな。でももうちょっと待ってくださいっていう、だからそこの部分じゃないですかね。だからそこが待ってくれるお客さんであるならば、特に問題はないんじゃないかなと思いますね。ただそこが待ってくれないよ、まあ、待ってくれないようだったらきついですよね。 金払ってるのに、ネットフリックス見れねえじゃねえかっていうね。うん。だから久保さんはね、もう多分濃いんで、久保さん大丈夫ですかと。待ちますよっていうお客さんしかいないと思うんで。もう僕も最近は多分、まあ、まあ、なんとかだ濃くなってきたんでね。そう。む、昔はね、まあ、あの、昔言われたんで、そう、<laughs> 昔なんで <laughs>。昔それを僕言われたんですよね。だから赤番食らってからもう、赤番食らったのが7年、7年前ですか。 もう7年経つか。そう。7年前の話です。7年前お客さんに言われました。吉田さん、動画見れませんみたいな。<laughs> まあ商品買ってるけどね。そう。こんな感じですかね。まあ、あの、お金を稼ぐっていうところと、有料は関係ないですね。はい。無料でも全然いけます。いってらっしゃい。